はい、こんにちは。ようこそゆるふわ仮想通貨チャンネルへ、ひろみです。今日はですね、ドットパッドのホワイトリストを登録していきたいと思います。はい、ということで、もうすでにこれ12月の27日にホワイトリストは発表されていたんですけれども、また結構私はギリギリでですね、はい、あ、やらなきゃなと思って、今日やりたい、皆さんと一緒にそのホワイトリストの登録をやっていきたいなと思います。はい、ということですね。それでは、レッツゴー。はい、ということでですね、こちらがドットパッドの公式のツイッターになっています。で、ここの12月の27日のところを見ていただいて、ここの一番下のところ、ブルーになっているところをクリックいただきます。そうするとですね、テレグラムの方に飛びます。で、テレグラムの方にここホワイトリストっていう書いてあるところがあるので、ここクリックします。そうすると、ドットパッドのホワイトリストに飛んでくれます。ということで、IDO の日付が一応1月の27日になってるんですけれども、先日2、3日前のパッドの公式ツイッターの方で2月に延期になりますっていう発表がされています。はい。なので、まだちょっと余裕があるので、ぜひぜひ、皆さん、急なんですけど、やってみてください。はい。ということで、まずそのドットパッドって何みたいな、これが公式サイトなんですね。ドットパッドの公式サイトになっています。ドットパッドはブルーゼラエコシステムの次のプロジェクトですっていうことでですね、はい、あのブルーゼラ銘柄っていうのでですね、ブルーゼラっていうのは、あの、なんていうんだろうな、 IDO とかブルーゼラはローンチパッド、IDO で注目されている、プロジェクトを支援するベンチャーキャピタルなんですけれども、すごいマーケティングを得意としていて、有力なプロジェクトだったりっていうのに、資金面だけじゃなくて、マーケティングだったり、そういういろんな支援を行うのがブルーゼラとなっています。で、ベンチャーキャピタルって何っていうことなんですけど、ベンチャーキャピタルっていうのは、有力な企業やプロジェクトに、資金を、投資する、行う投資会社、というか投資機関ですかね。というのが、ベンチャーキャピタルと言います。はい。で、このですね、ブルーゼラの IDO 今まで何個も結構あったんですけど、まあ有名なのがエーダパッドだったり、まあいろいろ YU スワップだったり、いろんなものを出してきてるんですけど、ここ見ていただくと、わかる通り IDO で何倍になったかっていうのが表示されています。で、一番有名なのがメタ V パッドで1290倍。やばいですよね。1290倍だったり、まあ、こっからですね、まあ、600倍、500倍、300倍みたいな感じで、もう結構有望な、なんていうんですかね、それこそ爆上げじゃないですけど、本当にそういうプロジェクトばかりを配信しているところになっています。はい。で、そこからですね、今一番注目されているのが、このドットパッドになっていまして、それが1月の27日に IDO で出るっていうことだったんですけど、それがちょっと延期になって2月になるっていうことです。はい。で、まあ、参画方法としては、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、一番その、まあ、当選するかしないかはちょっとまだわからないんですけど、ホワイトリストっていうもので当選すれば、別にゼロ資金でも資金がなくても、参加ができるので、まあ、とりあえず、資金とか、ま、いろいろね、だって今、暴落してますから、すごい不安だと思うんですね。なので、まずこのホワイトリストに登録をして、まあ、抽選で当たったらラッキーみたいな感じで、できれば1月中にですね、このホワイトリストの設定をしていただければなと思います。はい、ということで、これがホワイトリストの中なんですけど、電子メールSVCD パッド、まあ、パッドのアドレスだったりっていうのを入れなきゃいけないんですけど、ここのドローンパッドアドレスっていうのがあるんですね。ここだけが、これ以外はメタマスクで大丈夫です。
はい、なんですけどこのトロンパットアドレスっていうのはまた作らなきゃいけないので、今からそのトロンパットアドレスすごい簡単に作れるので、ご説明していきます。はい、ということでですね、ということで携帯です。携帯でこちらのトロンリンクというアプリですね、こちらをダウンロードください。はい、ということで、次にですね、開くとクリエイトウォレットってあります。ここクリックします。で、ここ名前ですね、何でも大丈夫です。何でもいいんですけど、ゆるふわで、で、ここにセットパスワード、ま、大文字だったり、はい、ということで大文字を入れたりとか、数字を入れ、大文字を入れる、数字を入れる、あと8文字以上っていうことですね。ここら辺クリアしていただければ大丈夫です。はい、で、押しますということで、ここからですね、暗号の鍵というか、鍵があるので、鍵が出てくるので、まずこれをですね、メモするためにメモ用紙を用意してください。簡単な、全然何でもいいです。メモができれば何でもいいです。はい、で、バックアップということで、はい、で、ここにですね、12個かなの、文字が出てきます。これを控えます。バックアップしますね。はい、ということで、メモが終わりました。 Already backed up っていうところで押します。はい、そうなるとこういう感じで出てきます。7番は何でしたかみたいな感じで、今回7番が D、これですね。で、次10番がこれで、こう5番がこれですね。メタマスク登録みたいな時と同じですね。はい、これでトロンリンクのアドレスもゲットできます。これで解説というか、ウォレットの作成が終わりました。これ簡単ですね。はい、ということでですね、ここ一番上の方にリンク、コピーみたいな感じであるんですけど、ここが自分のトロンリンクのウォレットのアドレスになります。ということで、これでトロンウォレットですね、のアドレスもゲットできました。 OK です。はい、ということでですね、はい、これが私のメタマスクです。メタマスクの名前の下にですね、0x から始まるアドレスがあります。これをコピーします。コピーして、はい、で、ホワイトリスト戻ります。で、ここのアドレスのところにですね、こういった感じで、はい、ということで、一応ツイッターのフォローと、あとテレグラムの参加、あと友達に紹介するっていうのは終わったんですけど、これが私友達に何個か追加してるんですけど、なぜだかここが反映されないということで、わかんないですけどなんでみたいな思うんですけど、とりあえずホワイトリストの送信が正常に完了しましたっていうことなので、ここから後のことですけど、はい、いかがだったでしょうか。今日はですね、ドットパッド、すっごい今大注目のですね、ポルカドットの、またこのドットパッドっていうやつなんですけれども、1月の27日に IDO で出てくるっていうお話だったんですけど、これが2月に延期になってですね、まだまだ時間が少しあるので、これはホワイトリストは本当にメタマスクとさっきご紹介したトロンリンクっていうところのウォレットのアドレスさえあれば参加ができるので、ぜひぜひ、ここには資金とかも全く必要がないので、ぜひぜひトライをしてみてください。で、今個人的に思っているのが、今ね、ビットコインだったりイーサリアムだったり、全体的なコインがすごい暴落してると思うんですけど、もうちょっと下がるんじゃないかなと思っておりまして、なので今買うというよりは、こういうなんていうんですかね、資金なくとも参加できるものにとりあえず参加させてくださいっていうのを送ったりですとか、あとは今ガチホしているものをうまくステーキングしたりとか、なんかそういったことをする
時間にしようと私は思っています。はい、なので私的には、個人的にはもうちょっと下がったらですね、少しずつ買い足していこうかなと思っています。はい、ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。